ス可愛かったですね。キュンキュンしました。このドラマはかなりちょっとリアルというか、なんか人間らしさっていうのがすごく出ていて、なんか綺麗事だけでことが進まないっていうのをしっかり描かれているので、恋愛ドラマでもあるんですけど、人間の成長物語にもなっていると思います。さっきそこで佐藤監督に会ったのキュンキュンしました。あの私の癒しなんですよ、監督って。3、4年前にドラドラで共演して、なんかこういうちゃんみたいで可愛いねとかって言ってて、ね、共通の知り合いがいたので会ったりとかもしたんですけど、みんなでコロナ禍でも2年ぐらいかな会ってなくて、今日スタジオでばったり会って、相変わらず可愛かったですね。ありがとうございます。